1997年 WRC は WR カーという新しいカテゴリーで幕を開けた。開幕戦に姿を現したインプレッサ WR カーは2ドアクーペのボディを採用。大きく膨らんだブリスターフェンダーと洗練された空力デザインがただならぬ迫力を醸し出していた。このマシンはデビュー早々圧倒的な戦闘力を発揮し、開幕戦モンテカルロから第3戦サファリにかけて3連勝を遂げる。さらに第6戦第9戦の優勝を挟み、終盤も3連勝を挙げ、 WR カー初年度のメイクスタイトルはスバルに輝いたのである。翌98年は不本意な結果に終わったインプレッサは、翌99年のマシンにフライバイワイヤ式セミオートマチックやスロットルシステムといった大改良を加える。同時にドライバーズラインナップも一新し、リチャード・バーンズ、ユハ・カンクネンをメインに据えた。99年シーズン序盤、インプレッサはタイヤとの相性に苦しみ、舗装路主体のラリーで苦戦する。しかしシーズン中盤以降は熟成が進み、見違えるような戦闘力を発揮した。第7戦のアルゼンチンで初勝利を得たインプレッサは、シーズン後半にワンツーフィニッシュ3回を含む5勝を挙げ、メイクス選手権2位に食い込んだのだ。翌2000年、インプレッサはまたもや大手術を実施する。低重心化のため、重いパーツをシャシー中央下部に集中させ、ターボチャージャーを縦置きに変更。改良は全パーツの 80% にも及んだ。しかしマシンの進化はとどまることを知らない。この年インプレッサはプジョーと死闘を繰り広げるが、僅差でタイトルをプジョーに奪われたのである。